今日のところは休みなさい。勝負の内容はこちらで考えて後日通達します。こりゃ楽しみね。やってやるでキスよ。新しい手下はみんなくせ者ぞろい。でも忠誠心はなかなか高そうでき。一旦今日の調査結果をまとめておくでき。引き続き身辺調査を進めていくでき。これも山脇様のためでき。起きたのかい。私だよ。お前のマスターにして偉大なマッドサイエンティスト。忘れちゃったのかい。機動力を生かして敵をかく乱。さつきはその援護を。御意にござる。了解です。テンネと桜庭は後衛からサポート。よかろう。星の導きのままに。そこだ文豪、あんたの突破力でキャンサーの外郭をぶち破りなさい。ぶち破るべき。文豪、やったでキス。完璧にセラフを使いこなしてるでござる。あれで本人はごっこ遊びのつもりというのが底知れぬな。よくやったわあんたたち。イバールちゃんも素晴らしい指揮でした。司令官の鬼の指導を乗り越え、さらに頼もしくなったように感じるでござる。しかしダンジョン攻略とはまた面倒なことを。あなたたちには訓練としてダンジョン攻略をしてもらいます。明日をスタートとし、金曜日までにより深い階層に達した方を A とします。わかりやすくていいじゃない。見てなさい。その前に朝の座学ですね。山脇様は天才デッキっすから、ちょちょいのちょいデッキっすよ。当たり前じゃない。ほらさっさと行って終わらせて、優雅にランチとシャレ込むわよ。成績優秀でしたね。能天気でバカっぽいのに意外とやるやつでき。おや、あそこにいらっしゃるのは。やっぱりみんなで食べるご飯は美味しいね。あ、すごいこと思いついた。すごくないだろうけど言ってみろ。みんなのおかずの一切れずつを交換庫し合ったら、カツカレーハンバーグペンネピザカツ刺身定食になるじゃん。いや、食い合わせ悪すぎでしょ。調和という言葉の意味を国語の授業で習わなかったのかしら。相変わらずな連中だな。山脇様、平和ボケしたあいつらに一発かましてやるべき。いいわ、ついてらっしゃい。そんな上司みたいになれやって、私たちに勝てると思っているの。あ、ワッキー。
ワッキー言うな、女子に失礼でしょ。それは脇田とか脇谷とか最初に脇がついてるやつのあだ名でしょ。それに女子につけるには失礼すぎるでしょ。そういうワッキーも私らのこと女子みたいになれ合ってってバカにしたじゃん。本当だな。山内様はあまり頭が良くないのでギスユ。手下がそれ言っていいのか。山内様は天才マッドサイエンティストなんでギスユ。あれ、このやりとり前回もした記憶があるぞ。その錯覚の名を教えてやろう。プラシーボ効果だよ。デジャブ現象だろ。やりでギスユ。どっちの方がバカかみたいな低レベルな争いになってるけどいいのか。戦いは本気よ。でギスユ。楽しみにしておくよ。あいつらビビってたわね。キッキッキッ、震え上がって今頃ご飯が喉を通らなくなってるに違いないでキッ。これは対決前にお昼ご飯を食べられなくして力が出せないようにする作戦でキスね。さすが山脇様、悪魔的発想でキス。当然よ。カツカレーハンバーグペンネピザカツ刺身定食うまい。堪能してるぞ。やつらの図太さは私の計算を超えてくるわね。いいわ、ダンジョン攻略で目にもの見せてやるよ。やるでっけ。集まったわね。今日からの5日間ダンジョンでより深い層に到達したチームの勝ち。異論は？私はないよ。こちらもないよ。でっすね。ではスタート。見つけた！まさかヘリで遅れを通るとはね。追い抜くでギスよ。追いつかれた。まずいで。あ、急ぎましょう。よし、あんたたち 31A に勝つために張り切っていくよ。シャカリキ張り切っていくでギ。無理せずのんびり行きましょう。敵発見でキイバールちゃん、慎重に行きましょう。山脇様の敵をぶっ潰すでキイ。あ、こらベント、一人で突っ込むんじゃない。まったく、仕方のない奴らだ。私たちも応戦しましょう。しかなさそうね。
任せたでござる。暗い夜の世界へようこそ。永遠の眠りの基礎はあなたに。忍者の力の勝利でござるよ。ざっとこんなものね。さすが山内様でゲスよ。ケッヒッヒッ。勝った楽勝ですね。これが本物のキャンサーを倒した感覚。安心しろ、相手には痛覚も感情もない。ただの宇宙の癌細胞だ。攻略速度が同じだから、あいつらと共闘みたいになっちゃってるわね。鬱陶しい。負けないでき。比較的安全に進めますし、つかず離れずでいいんじゃないでしょうか。それじゃああいつらに勝てないわ。速度を上げて、三一へを振り切るよ。振り切るでき。やれやれ、山脇はどうしてこんな勝負に必死になってるんだ。運命に逆らおうともがいているかのようです。まだまだ見かけによらず根性あるな。どうする、まだ進むのかよ、ルカ。そんなよそ見してる暇はなさそうだぜ、ユキ。来ました。その隙をついて先に進むよ、あなたたち。了解でき。お先に。そんなのありかよ。よしよし、うまくいったわ。あいつらを出し抜いてやったでぎ。ヒッヒッヒ。これでとどめでござる。ド派手にぶち殺してやりました。この程度造作もないわ。水晶玉に一点の曇りもありません。新しい弟子たちもなかなかやるべき。予定より進みがいいわ。疲れも出てきたし、少し休憩しましょうか。おやつタイムでギスね。山脇様と半分こしようと思って、キノコとタケノコの山里を持ってきてるでギ。両陣営に配慮の行き届いた素晴らしいお菓子ね。みんなも今のうちにカロリーを補給しておきなさい。山脇様はどっち派でギスか。あんた、そういうことを人前で聞くもんじゃないよ。政治と野球とキノコとタケノコはタブーなんだから。そうだったでギスか。肝に銘じておくでギス。さて、休憩も済んだし、追いつかれる前にそろそろ行くよ。なんとしても 31A に勝つ。あれを見てください。でかいキャンサーと、その先に階段のようなものが見えるな。きっと次の層へ続く道でござるな。私たちの行く手を阻もうとは、いい度胸じゃない。あんたたち、とっとと片付けちまうよ。了解でき。
でござるな。これでなんとかならない？背中は任せたでござる。暗い夜の世界へようこそ。とわの眠りのキスを。忍者の力の勝利でござるよ。なかなか手ごわかったわね。あいつらはとっくに見えなくなってるデッキ。かなり先行できているようですね。まだ行くでござるか。そろそろデフレクタの残量が厳しくなってきていますが、まだまだ行けるデッキ。もう少しだけ距離を稼いでおきたい。無理しすぎると明日以降に響きます。二層への足がかりも見つけましたし、この辺りで切り上げた方がいいと思いますよ。わかったよ。今日はここまでにしよう。やれやれ、やっと実験に戻れる。実戦となると訓練とは消耗の仕方が違います。アチキはまだまだ元気でギース。山脇様、何かお役に立てることはないでギースか。すごい体力ね。それじゃあ文吾、あんたに極秘任務を与えるわ。極秘任務？なんでギースか。とても危険な調剤のための素材調達よ。下に恐ろしい人でギース。何が必要なんでゲスか。酢、塩、クエン酸、重曹よ。酢、塩、クエン酸、重曹、難しいでゲス。でも頑張るでゲス。行ってくるでゲス。私もちょっと出てくるわ。ブンちゃんが心配なんですよね。そういうんじゃないわよ。山脇殿、優しい人でござるな。ああ、だが部隊長として今日のダンジョン攻略は少々焦りすぎだったように感じたな。きっとそれも文吾さんを思ってのことだとは思いますが、どんな理由があれ、イヴァールちゃんとブンちゃんの力になれるよう頑張りたいものですね。どうした、ダンジョンで何かあったか。なんでそんな意味不明な言葉を発して弾丸のようにさまよってんだ。話しかけるなでギース。いや、心配してんだけど。山脇様に頼まれたお使いの品を忘れてしまうでギース。そのせいで忘れてしまったでギース。確か豚肉、じゃがいも、玉ねぎ、醤油、砂糖、みりん。ありがたいでき。違うわ。ワッキー、山脇様。文ちゃんをお使いに出しておいてどうしているの。それはこの私に従順に働いてるかどうかチェックしていただけよ。テストだったでぎすか。そうよ、
途中までは良かったのだけど、こんな他人にほだされるとは。まったくやれやれよ。やっちまったでき。私が他人？文ちゃんとは仲良くなったよ。何を言うでキスか。山脇様以外は敵でキスよ。騙されないでキスよ。そういうことよ、かやもり。今回は引き下がってもらおう。ふふふ。せいぜい寝首をかかれないように注意するでキスよ。キッ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 。さあ、帰ってお風呂に入るわよ、文吾。極秘任務はもういいでキスか。ええ、よく考えたら部屋にストックがまだあったわ。山脇様はおっちょこちょいでキスに、ね。